それなんで、ね、はい、すいません、またお待たせしました。はい、生まれも育ちも京都のおっさんが京都をメインにたまに全国各地でうまいものを紹介する元祖京都食レポチャンネル、チャンネル登録お頼申します。京都へおいだすのミスター京都アキです。本日は京都のラーメンバカ一本の連絡をいただきまして、清水寺エリアまでやってきたぞ。はい、新たなラーメンが完成したそうです。はい、今年オープンした新店舗になるんですけども、はい、皆さんご存知、今や京都では非常に人気店の100杯売ったら終了、はい、京都ラーメン一寸坊さんに向かわせていただきます。一寸坊さんといったら大阪でも非常に人気のスタイル林さんの姉妹店で、むちゃくちゃ美味しいラーメンがいただけます。でそちらに新作メニューが登場したということで、今から向かっていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。そしたら行ってくるぜ。ゴーゴーゴートリプルゴレツゴー、行ってきます。五条通りから上がってきたところ、はい、看板見てきたよ。これ上上がったら清水寺だ。じゃあ行くよ。京都ラーメン一寸法師、一寸法さんやってきました。100杯売るまで帰れません。そしたら行くぞ、一寸法さんじゃい。ラーこれです。今日の買い合わせ、これとアッキーって言ったら肉増しなんで、トッピングチャーシュー鬼増しじゃ。これですね、これ九州。店長ご無沙汰です。お久しぶりです。何のラーメンができたんですか？なんとあさりの、めちゃくちゃ美味しいラーメンができました。最高じゃないですか。ぜひ、はい、食べてみてください。恋愛のやつですね。そうですね。貝合わせというと、まあ、タルタじゃないかな。はい。貝殻ですね。そうですね。貝殻の絵を合わせて、同じ絵を合わせてゲットできるっていう、まあ、恋愛もそういう何かと何かが合わさって二人がつくみたいな。じゃあ僕たち食べとかほんとあかんやつです。そうじゃあよろしくお願いします。お願いします。はい、ということでよ、一寸法師さんやってきましたよ。久しぶりです。来たらね、抽選増えるんですけどね、1、10、20、30、40、50が出たら、抹茶ほうじ茶のアイスクリームがいただけて、ほんで1と50が出たらね、そのアイスプラスね、ラーメン無料券がいただけるそうなんで、ぜひねトライしてください。43番です。ダメでした。いや、今回のラーメンですけどね、実は大きいアサリが入ってるんですけど、三重県産のアサリの中でも大粒の、はい、大アサリ使われてますんでね、むちゃくちゃいいアサリなんですよ。ですからぜひね、アサリ楽しんでください。そちらよろしくお願いします。はい、来ました。はい、すいません、またお待たせしました。はい、来ました。今日の貝合わせチャーシュー鬼増しでございます。ありがとうございます。ほら来たぞ、すごいやろ。これがこちらの新メニューです。はい、今日の貝合わせアサリだし塩ラーメン、むっちゃうまそうじゃないですか。スープはね、アサリしじみでだしを取り、数種類の塩で仕立てた上品な甘みが特徴の貝出汁ラーメンですっていうことですね。贅沢ですよこれ。
この透き通ったスープ、これ見てください、これ。うわうまそうですね。前のスープもむっちゃうまかったよ、これ。シェイクぞ。来ました。恋愛のラーメンス。もうこれ以上僕は恋愛したら、もう逮捕されることになるんで、もう願いは叶わなくていいんですけど、もう香りはむちゃむちゃいいっすよ。はい。はじめ！いや、前回のね、醤油ラーメンもね、結構貝の香りもしてね、もうすごい身に染みる感じだったんですけど、それよりさらにね、やっぱアサリとシジミの旨味がね、効いてね、塩だから、もうそのまま貝の味の貝感がストレートに伝わってくる。これはうまいね。体にもいいね、これ。皆さんぜひね、チャーシューはね、別料金ですけど鬼増しで頼んでください。ここのレアチャーシューは半端ないうまさなんで、はい、ほら、何回食っても感動します。ここのチャーシューほんまうまい。ごっついアサリがいっぱい入ってますわ。結構ごっついですよこれ。でも貝をいただく前に冷めないうちに麺をいきましょう。自家製麺です。自家製麺、ここの麺はね、非常にすりつぶな麺なんですよね。あの中太り、ちょっと太い麺の麺で、バイゲームじゃない。むちゃむちゃツルツルもちもちなんで、京都で一番バキュームしやすくてすすりやすい麺です、これ。アサリいってみようか。アサリ、うまいな。アサリも大きいしね、ほんまになんか浜辺でいただいてるアサリのすまし汁をいただいてるかのような、そんな感じですね。うまいなこれ、最高っすね。ほんでまたこの BGM もね、不思議な京都感漂う BGM で、もういい感じですよね。いくぞ。この味玉もね、卵黄が甘くてむちゃくちゃうまいですよねこれ。食べた貝殻はね、これよくいただきますんで、よく。もうここまでね、貝の香りが素晴らしいラーメンって今までなかったですね。もうね、スープも程よい塩分で、もう最後まで飲めますよこれ、ほんま。飲まないともったいない。貝出汁ラーメン最高ですわ。これ毎日食ったら俺の酒飲みの肝臓もむちゃ喜ぶと思うんやけどね。はい、それぐらいスープに貝が染み込んだ、貝出汁エキスが染み込んだむちゃくちゃ美味しいラーメンでした。いや、やっぱりスモーサーのラーメンうまいね。チャーシューも麺も最高だし、皆さん新作ラーメンぜひね、恋愛成功のために食べに来ていただきたいと思います。ごちそうさまでした。うまかった、ほんまに感動しました。ごちそうさまでした。はい、ということでごちそうさまでした。本日は清水寺エリアのこちら人気店一寸坊主さん行ってきました。もうお客さんも大変わ。
はい、もう今100杯打ったら営業終了されますんで早めに行ってください。ほんで新作メニューのね、あの貝出汁のうまかったね、貝ももう上質な上等な貝を使われてるんで、すごいもう貝のもう凝縮されたエキスのスープでむちゃくちゃうまかったですね。またね冬場になったらね、俺の大好物のあれを使ったラーメンとか、はい、されるっていうことなんで今は言いませんけど、こちらもね応援させていただきたいお店の一つですんで、はい、また新作メニューができましたら、はい、ぜひ伺いたいと思いますんでよろしくお願いいたします。ということでごちそうさまでした。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ご視聴いただいている皆様ありがとうございます。ありがとうございました。うまかった、最高です。ありがとうございました。